このようなところに来ました。茨漁港です。いやー、ここはですね、景勝地ですね。すごく綺麗ですね。ちょっとですね、行ってみたいと思います。いきなり正面に小瀬禁止って書いてありますね。いきなりここに小瀬禁止って書いてあります。トンネルがありますね。わー、すごい。向こうが長入港なんだ。ここはですね、小瀬禁止です。釣りはでも小瀬禁止って書いてるぐらいだから、小瀬以外の釣りはできそうな気がしますけどね。でも高な遊泳禁止って当たり前ですね。なんか綺麗なとこですね、すごく。よく見るあそこの先端がですね、ポイントなんですよ。船道に当たって、ただやっぱりここ釣り禁止なんでしょうね。いやー、すごく綺麗なとこですね。この角のところがですね、ポイントになると思いますけど、多分もう車両も進入禁止になってるんで、誰も入ってきてないですね。あそこに鳥が一部止まってます。いやー、あそこにあれが、ウバラ館か。ということで、ウバラ港でした。それではですね、ちょっとトンネルの向こう側に行ってみたいと思います。夏ここ涼しそうだね。こっちには直接来れないのかな。ここも釣りしてる人いないですね。こっちから来れないのかな。なんかこの辺ね、サビ、あ、魚いるじゃん。サビキ釣りとかいいかもしれないのにね。できないんだろうね。ここもね、あの線の角のところね、波道の横のところだったら釣りしたらなんか釣れそうですけどね。あ、船が入ってきたね。
船が帰ってきました。漁師さんかな、漁船かな、漁船ですかね、帰ってきました。ここに止めるのかな、ここに止めるっぽいですね。なんか釣れたんですかね。あ、違う、ダイビングだよ、ダイビング、ダイビングやってるんだよ。ほら、ウェットスーツ着てるもん。ダイビングで帰ってきたんですね。ということで、ダイビング船だね、こっちは。ここもウバラ港になるのかな。それでは帰ります。いやー、いい景色のところなんだけどな、こんなところで釣りできれば最高だけどね。はい、以上となります。